事故のキャンプ場をバックに朝ごはんを作っていきたいと思います。海がめっちゃいい日差し、超湖もキラキラしてて気持ちいいですね。ケーキ食べようと思ったのに失敗なんてことある。焦げ焦げの焦げ焦げになっちゃうよ。そろそろちょっといけるとこまでひっくり返してみる。じゃあなんだかとても時短な、すごい美味しそうではあるんだけどね、なんか残念な感じになってる。すごくケーキに追加しようか。
くなさそう。でも私が求めていたおしゃれさとはかけ離れたな。さくらんぼ、ちょっと不格好にはなってしまったんですけどね、はい、なんかバターとささくらんぼがあってちょっと可愛い。では景色を眺めながらいただいていきたいと思います。いただきます。いただきます。こんな感じです。湖が綺麗とですね。あとはゴミとチェアだけですね。座るのは、あ、座るのはじゃない、片付けるのは。片付けが終わって、なんかちょっとやっぱ市営だからさ、ゴミがちょっと多くて、ちょっとあの辺とか気になるよね。やっぱりね、モットーとしては来た時よりも綺麗に帰るですから。今からね、温泉の方入りに行って、もうご帰宅願います。あ、でもちょっと待って。積載はこんな感じです。ありがとう、正直。めっちゃ良かったよ。ラブ正直。また絶対行きます。地と寄り道。皆さんにね、見せたいものがあるんです。
と富士山のコラボ、めっちゃいいね。このキャンプ場もいいね。次絶対ここよ。はい、そんな感じです。じゃあ押していきます。うわー、もはや海や。いやー、本当にいっぱい寄り道 しすぎてごめんなさいね。もう今度こそね、ちゃんと温泉に向かいたいと思います。正直はありがとう、大好き。参りました。天水、私初めて来るこの温泉。じゃあ温泉入ってきます。行ってきます。はい、戻ってまいりました。これでもう今から帰りたいと思います。このね、温泉めっちゃ良かった。サウナが超で、ね、温度高くて気持ちよかったです。よかったらぜひ皆さんも来てみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。また次回の動画で皆さんにお会いできると嬉しいです。それではまたバイバイ。すごい鏡に映っている私の太、ふくらはぎが、あ、違う、なんだっけ、太もも、違う、なんだっけ、腕だが、太もも、違う、腕。最後までご視聴いただきありがとうございました。やっぱり湖畔キャンプ最高ですね。ちなみに今も湖畔にいます。また次回の動画でお会いできると嬉しいです。それではまた、バイバーイ。バイ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 。